この動画ではキャラクターの移動速度やジャンプ力などを制御しているキャラクタームーブメントの設定をしていきます。キャラクターブループリントを開いてコンポーネント欄のキャラクタームーブメントを選択。右の詳細欄にキャラクターの挙動を制御する値がたくさん表示されます。キャラクタームーブメントの要素は重要な項目が多すぎるのでなかなか把握が大変ですが、最近のバージョンではありがたいことにかなり説明文が分かりやすくなっているので、マウスカーソルを合わせてみると項目の説明が確認できると思います。日本語表示であれば日本語での説明も表示されるので、説明文を確認しつつ文字だけだと分かりにくい場合は数値を大きく変更してプレイボタンから変化の確認をします。なお 2D と 3D のキャラクタームーブメントの設定項目は同一です。この項目の学習は 3D ゲームのキャラクター挙動の学習にもなります。キャラクターの挙動を確認する際にカプセルが表示されていた方が分かりやすいので、カプセルコンポーネントを選択して右の詳細欄の検索窓にヒドゥンと検索をし、ヒドゥンインゲームのチェックを外します。プレイボタンを押してカプセルが表示されているのを確認します。キャラクターを思い通りに動かす場合は一つ一つ挙動の変化を把握して自分好みの設定を探る必要がありますが、まずはテンプレートデータを作る上で知っておくべき項目を説明したいと思います。キャラクタームーブメントの中で特に重要な要素として、まずキャラクタームーブメント基本セッティングのグラビティスケール 1.0 だとふんわりした落下になるのを UE4 の 2D テンプレートでは 2.0 にしています。アクションゲームの場合、この重力設定がゲームの世界観を決める大きな要素になるため、重力をいくつにするかはオリジナルゲームを作る際にはよく検討した方が良い点になります。テンプレートデータとしては UE4 の公式テンプレートを参考に 2.0 にしておきます。次にキャラクタームーブメント歩行のマックスウォークスピード、初期値が600で移動速度を変更したい場合はここの数値を変更します。オリジナルのゲームを作る際は必ず触る値だと思うので確認しておきます。テンプレートとしては600のままで良いです。その下の詳細設定欄を開いてUse Flat Base for Floor Checks にチェックを入れます。このチェックは地面との接地面をカプセルの形状に沿うかどうかという設定で、カプセルに沿った接地だと 2D ゲームとしては変な感じになりますが、こういう動きにしたい場合はここのチェックを外せばカプセルの形状に沿った接地面になります。ドット絵ゲームの場合はチェックを入れます。次にキャラクタームーブメント跳躍落下のジャンプ Z ベロシティの値がジャンプ力の値になります。重力と対になる重要な設定項目です。自分好みの値を見つけてください。UE4 の 2D テンプレートの値は1000になっているので一旦1000にしておきます。次にエアーコントロール0の場合、ジャンプ後着地するまで動きの制御ができない状態で、 1.0 の場合はジャンプ後に歩くのと同じくらい空中での移動の制御が可能になります。 UE4 の 2D テンプレートでは 0.8 になっているので 0.8 にしておきます。次にだいぶ下の方にあるプレナームーブメントのコンストレイントゥプレーンにチェックを入れます。プレーンコンストレインノーマルの Y の値に1と入れます。ここを設定することでオブジェクト同士が衝突した際に奥や手前などに押し出されたりする可能性がなくなります。 UE4 の 2D テンプレートでは Y の値にマイナス1が入っていますが、1でもマイナス1でも同じ結果になります。説明文には1を入れろと書いてあるので1にしておきます。ベーステンプレート的に最低限確認したい点は以上です。このキャラクタームーブメントの把握が 2D のみならず 3D のアクションゲーム制作においても大きな要素になるので、今回触れなかった項目に関しても自分好みのゲームを作成する際にはよくよく確認してみてください。キャラクタームーブメントの設定は 3D のキャラクターからも参考にできますが、 2D のサンプルデータをいくつか紹介します。 UE4 になりますが標準テンプレートのどこが変更されているかは確認しておいてもいいかなと思います。次も UE4 のデータですが、公式ラーニングのサンプルデータ Paper2D プロジェクトを始めよう。 UE4.26 ですが、公式のチュートリアルとセットなので一緒に確認してみるのも良いと思います。次はかなり昔のデータですが、スティックフィギュア。こちらの公式サンプルデータはブループリントの学習にもなるので、キャラクタームーブメントの確認以外でもおすすめです。あとはマリオっぽい挙動用のサンプルとしてプロジェクトデータを公開しているので、こちらも参考にしてみてください。まとめ。現状をテストプレイしてみます。ジャンプ力が上がった分、箱の上に乗れるようになりましたが、他は動きとしては地味な変更でした。確認用で表示していたカプセルを非表示にしておきます。カプセルコンポーネントを選択して、右の詳細欄の検索窓にヒドゥンと検索をし、ヒドゥンインゲームのチェックを入れます。キャラクタームーブメントに関してはだいぶ前に動画にしたものもあるので、今回の動画で話した以外の要素も参考になるかもしれません。キャラクタームーブメントはいろんな要素が詰まっているので、時間がある時にゆっくり確認してみてください。次回はデータの整理をして使い回ししやすくしていきたいと思います。次でテンプレートは完成。